今回はね、箱崎店にやってきました。なぜ前回同様箱崎店なのかというと、あのね、リベンジマッチやりたくて。そう、今僕の中で負けたらリベンジをぶちかますっていうのにちょっとハマってまして。そうだそうだ、はどこだ、おったー、そうだ、待てー、仕込んでくれてますね。うんうんうんって、うんうん、本来そういうキャラじゃないでしょ、こんな被り物したりとか。うんじゃねえし、うんじゃねえよ。まあいいっすよ、いいっすよ。ということでね、今回なぜまた相田さんの元に僕がやってきたかというと、リベンジマッチを行いたくて。よろしいですか、受けて立ってくれますか。ありがとうございます。そこで今回はね、あの僕が考案した対戦ゲーム、まあ、僕が考案の企画で勝負してもらいたいと思うんですけども、よろしいですか。お、じゃあ早速リベンジマッチ、絶対負けませんからね。ほっ、ということで今日は何をするかというとですね、はい、たこ焼き早食い対決。熱々のたこ焼き6個をどちらが先に食べ終わることができるのか、ルールがありまして、そのたこ焼きを割って食べたり半分だけ口に入れてみたいなのはなし。あ、もう一つ丸ごと食べていく形。その通り、パクッと。ただしこのたこ焼き熱々ですので、はい、気をつけてください、はい、その熱さに勝てれば僕に勝てるということ、イコールタンクトップを切れるということで。いただきます。いただきます。はぁ、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 ごちそうさまでした。結果発表に参りたいと思います、はい、僅差の上、町田の勝利でございます。まあこれは頑張ったと思う、はい、うん、熱かったですもん。急いで食べないってなったら美味しくてよかったんですけど、うん、なるほどね、はい。まあ、こんなにたこ焼きの味を感じずにたこ焼き完食したことはないです。そうですね。しかしね、僕レベルになってくると、はい、ここの筋肉、強さ乳突筋、これで熱さをね、ごまかすことができるんですよ。そんな筋肉が、そうそうそう、強さ乳突筋ね、はい、なので、曽田さんもたこ焼きめっちゃ早く食べたかったら、はい、この鍛えてください、ぜひ、はい、ということで、はい、今回はね、初めてのここに貼らさせていただきます。もう人に貼っちゃう、人に貼れるんです。はい、これ初です。どうですか。ポケットからボールペンが出せません。あリベンジ大成功しました、ね、これからももっともっと道場破り、そして負けた場合にはリベンジしていきますので、今後とも町一町田道場破りよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。